んちゃん、うん、新年初めての撮影、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでしたか、マイケルは。いや、やっぱりなんか説明もすごい上手ですし、何より世界のトップ100、はい2回言えって、それ2回言ったんだけど全然多分伝わんなかったかも。であるだけでもうやっぱ貴重な体験をできたなと思いました。はい、なるほど。でもね、ちょっと難しいというか、こう結構やり込まないとできないし、私自身もなんか最近はこうめっちゃ上手になりたいとかあんまり思ってなかったから、改めてね、あ、ゴルフもうちょっとちゃんとやろうって思えた一日です。うん、そうだよね、はい、なんか練習しないと身につかないものもあれば、うん、なんかポイントだけでなんとなくすぐ対処できそうなものもあればって感じだったよね。うん、そうだね、ちょっと車線変更します。本当に、やっぱ素晴らしいレッスンを受けさせていただいたなと思いました。はい、ありがとうございます。うん、で突然なんですけど、はい、ちょっとここ最近の動画のコメントをね、うん、抜粋したんですよ。おお、ちょっとそれを話していこうかなと思って。はい、なるほど。つい最近の、うん、今月ね、1月のキャメルの動画のコメントが面白くて。おお、そんな面白いコメントあった。そう、まあ、そうなんだ。終わった後さ、うん、女子でバーベキューやったじゃん。ああ、バーベキューやった。その動画のコメントなんだけど、うん、私まだそれ見てなかったな。コメント、うん、を、ですね、はい、ジュン様だけやる気ありの 500ml。 まあ確かにね、うん、1人500いるぞとか、うん、1人だけドライのこういう缶飲んでるおじさんみたいな人がいる、うんうん、めちゃめちゃこうね、500人みんな反応してたの。意外とそこなんだって感じでしたけどね。本当はバーベキューの内容を見てほしかったんですけどそれ以上に私は 500ml の缶ビールを飲んでるっていうところが目立ってしまったっていうことですかね。そう、でもリゾートゴルフいいなとかっていうコメントもありましたよ。うん、いやでも本当に良かったです。やっぱゴルフしてその後みんなでこう泊まってなんかこう美味しいご飯食べてみたいな、やっぱまあ理想のゴルフ旅って感じじゃないですかね。お、うん、なるほどね。うん、あの時のはドライって書いてあるから、うん、朝日のスーパードライ。そうですね、朝日のスーパードライ。で、ビールだと、うん、なんかキリンとか、うん、プレミアムモルツとかあるじゃないですか。ああ、はいはい。ちゃんはスーパードライ派。そうですね、私はスーパードライ派ですね。やっぱキリッとした味が好きなんで。あ、みんな言うよね。プレモルはやっぱちょっとフルーティーな、うん、また最近味変わったっぽいんで、うん、フルーティー感ちょっと減ったとは思うんですけど、やっぱあのキリッとドライな、まさにドライな感じが、まあ500ぐらい飲めるなっていう感じですね。そうだね、グイグイいけるよね。グイグイいけますね。なるほどですね。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ1月行ったから、はい、12月のコメント、うん、12月のコメント、はい、うん、スーパー小学生から、ともくん、はい、ダウンロードで、はい、女性陣2人ともものすごくうまいんだけど、うんうん、加賀くんの前ではかすむな、あ、まあ、すごいな彼は、安定感半端ない、うん、かすんでましたね確かに本当2人ともね、うまいはずなんだけど、うん、めちゃめちゃ落ち着いてたしね。いや、そうだね、大人のような小学生でした。なんか球筋も子供って感じじゃなかったよね。うん、まあ、プロの試合で一生したいって今年はって言ってたんで、うん、まあ、ぜひね。そうですね、リンゴルフで香川くんも追っかけていきたいですかね。はい、はい、でここの動画から弾道表示がいいショット。ああ、そうかもしれないですね、ちゃんとね編集の子が頑張ってくれて、はい、コメントねちゃんと見てね、はい、まあ、全部はちょっとね難しいですけどね、うん、少しずつね、はい、安いように頑張ってる感じで。そうですね、まあ、でもね、こう視聴者の皆さんからのコメントがあってのリンゴルフだと思うので、まあ、こうしてほしいとかああしてほしいとかね、
拾っていきながらいい動画を作っていきたいなと思います。はい、はい、じゃあ質問は最後で、お最後11月 ABC 泉の、うん、あ、いいな、そう、あの、純ちゃんがやりたかった、ずっとやりたかったっていう動画、はい、これはね、コメントはね、はい、ワンちゃん、広い芝生を走り回れて楽しいだろうな、うんうん、まあ、いい曲だと思いますとか、うん、今度ワンちゃん連れてきますとか、うんうん、結構こう、連れて行けるっていうことが、まあ、一緒にこうラウンドもできるってことが知らない方もいたようで、そういうコメントが多かったです。う、ね、うんうんうん、私もなんかね、もともとはあのブリック&ウッド、はい、でゴルフ場で犬連れて行けるっていうのを知ってて、あ、まあ、でもブリック&ウッドは確かメンバーさんいないといけなかったと思うので、まあ、他でもあったらなと思って探したんですよ、うん、そしたら ABC 住みが、できるっていうのを知って、かつ、フェアウェイ走れるみたいな、うん、まあ、いろんな、ね、条件があって、犬は連れてけるけどフェアウェイとか走らせられない、うん、カートに乗ってなきゃダメとか、うん、ゴルフ場によってはあって、うん、そうそうそう、だから ABC 住みはフェアウェイも走れるっていうのでそこのゴルフ場を選んだんですけど、でも私もあの検索しなかった、検索しなかったら知らなかったです、うん、じゃあ、あれなんだね、いろいろ調べた中一番なんかこうワンちゃんが開放的で楽しめるゴルフ場だったんです、うん、そう、で、まあ、日帰りでも行ける、なんかね、ちょっとどっか行けばあるんだけど、まあ日帰り千葉で行けるゴルフ場でっていうので調べたんですよ。あってよかったです。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、うん、最後に、はい、まあ、これはちょっとあのコメントじゃなくて、うん、まあ、ちょっと遅くなっちゃったんだけど、はい、今年の、うん、のリンゴルフの動画の、うん、まあ、方針とかこんな感じにしたいとか。なるほどね。そこはね、すごい、まあ、常に考えてて、まあ、運営というか経営がね変わってからも、まあ、いろんな、なんていうの、たくさん話して 何度も方向転換をしてるような状況ではあるんですけど、まあ、今 の、 その楽しいラウンド動画を残しつつ、まあ、やっぱりもうちょっとその上級者向けというか、うん、女子プロ、うん、目指してる子ぐらいのレベルのラウンド動画とかも増やしていきたいなと思ってて、タイちゃんとか、あ、そうそう、タイちゃんとかほのちゃんとかの、まあ、やっぱ私たちが、私レベルだとバーはミスしながらなんとなく80代で、まあ、まとめてきましたぐらいな感じになっちゃうけど、やっぱタイちゃんほのちゃんみたいにバーディー取ってくっていう、まあ、ゴルフのスタイルっていうのはやっぱゴルフの、なんだろう、憧れというか、なんだろう、みんながやりたいことだと思うから、まあ、そういうのとかをちょっとずつ増やして、そういうのをちょっとずつ増やしていきたいなと思っています。じゃあ今までのこう良さも残しつつ、うん、ちょっとこう見応えのある動画をっていう感じですね、うん、そうですね、やっぱりそうだな、まあ、メンバーもねすごい変わってきて、ゴルフの YouTube チャンネルも増えてきているので、うん、まあリンゴルらしさっていう、リンゴルフらしさっていうのをどういう風にしていくかっていうのを、まあ、もうちょっと考えなきゃいけないなぁと思っている。うん、そうだよね、うん、まあ、それをね年末でね、はい、みんなで話し合ってるよね。そうだね、だからなぁ、ちょっとずつ今年は、そうですね、まあ、ちょっとずつ、まあ、新しく、まあ、今までと同じだとやっぱつまんなくなってきちゃうのかなって感じがするので、いやー、でも何をしたらいいのかなそうだ、まあ、せっかくこれをね流すからね、もしなんかこんなのがいいとかね、うん、あのこれが良かったとかあればね、そうですね、コメントあって、はい、まあ、またね、なんか
誰かが脱退しましたみたいな、そういうのじゃなくて、いい形でこういろいろコラボできたりとか、まあ、今回のマイケルさんもそうだけど、コラボとかいろいろできたらいいなって思ってます。じゃあ、はい、こんな感じで、うん、なんかまとまりないけど大丈夫ゆるっとまあでもね、うん、コメントをねこうやってこう見て、はい、あのなかなかこうコメント返せないじゃないですか、動画上で。あ、そうですね。まあね、本当なんで、はい、まあでもちゃんと見てるよっていうのをちょっと今回伝えたくて、うん、あのちょっとカメラ回してみました。ありがとうございます。はい、じゃあ最後ちょっとじゅんちゃん締めを。締めを。はい。はい。皆さんご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。それでは次回の動画もお楽しみに。バイバイ。とてもディズニーランドです。あ、ディズニーランドですね。ディズニーランド、はい。